ああ、どうも。ああ、どうも。孝太郎さん。ええ。いい年の令和。令和ね。どうなの？令和元年。どうなんでしょうね。令和。平成が結構ね、俺かっこよかったと思うんだよね。ちょっとね、こう開いてる感じがあってね。平成ってね。令和ね。令和。明治、大正、昭和、平成の中でやっぱ一番落ちるね。インパクトに欠けるよね。 なんかこう、もう俺らが古いのかな。ね。なんか、令っていう言葉がなんか悪霊の霊になっちゃうんだよね、俺たちね。霊魂の霊にすればよかったんだよね。そう、霊魂の霊になっちゃう。だってほら、エクソシスト世代だからさ、霊って聞いたら見えるって感じだもんね。ただまあ面白いな、平成の時なんてまだ自分若いからさ、うん、なんね、言語があったら関係ねえやって感じで一切興味なかったじゃん。興味ない。さすがに今興味あるね。11時半待ったもんね俺。いや、その年取ったってことか。年取ったなと思ったよ。こりゃもうあれ、皇居行っちゃうのもあれだね、小太郎君、時間の問題だねこれ。消費税が導入された時だってさ、うん、12時ジャストにコンビニ行って買い物したんだろ俺。なるほどね。乗るね、結構乗るけど今回乗り切れねえな俺。レイバー、レイバー、ピーメール、はい、ミスタースピードさん、はい、行ってまいりました。さらば青春の新宿ジャム、うん、重曹は第7芸術劇場初日、うん、通算3回目の鑑賞になるんですが、はい、見るたびに細かい発見があって楽しめます。はい、今回笑ったのがもうネタバレで大丈夫かと思いますが、はい、序盤の四季の道を抜けてペットセンターの前で懐かしむリーダーの背後にたなびく唐揚げの上り。ちょっと待ってよ。ミスター唐揚げの名に恥じる細かい演出、さすがです。ちょっと仕込みだったらいいなこれ。唐揚げってこれ分かってた？いや分かんない分かんない。いいね。俺孝太郎君のおかげでもう全国中でミスター唐揚げって言われてんだよ。いいじゃん、ミスター唐揚げかっこいいよ。この前さ、だからもう今ほら大阪でやってるでしょ、うん、千葉のほらディズニーランドの横の前浜のさ、うん、イクスペアリー、うんうん、あそこでさ、あそこ行ったことある子だろ、すごいもうディズニーランドの一角みたいになってんだよ。あ、そう。こんなところでさ、新宿のね、物語をね、上映していいもんかって思うぐらいな別世界なんですよ、うん、なるほど。夢の国だから、はいはいはい、ね、ドキュメンタリーはほら現実のものじゃない、うん、って言ったらさ、どうもさ、支配人以下さ、うん、ハードピーらしいんだよね。なるほどね。なるほどね。もう、笑顔が違うわけですよ。映画館と待ち構えてる。なるほど、なるほど。で、加藤さん、こちらですって言うんだよね。うん、で、楽屋ですかって言ったらね、うん、楽屋っていうのはほら、裏のことでしょ。ステージに対して裏でしょ。うん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 、夢の国に裏はないと。だから、お部屋ですって言われて、通されたんですよ。楽屋じゃないですよ。で、開けたら、うんうん、唐揚げが用意されてたんですよ。それでこう、大好きなんですよねって言うわけだよ。だまあ、好きだけど、こうねえ、こう喋る前に唐揚げ用意されてもさ、孝太郎君、どうなの。いい、素晴らしいじゃん、ミスター唐揚げ。でさ、用意されたら食べたわけにいかないじゃん。食べたの。食べたんでしょ。だからミスター唐揚げって言われてて。そしたらさ、会場の近藤さんの隣に行って、何て言ったか知ってんの、ニンニク効いてますね。これから喋んのにニンニク効いた唐揚げ俺行くわせんじゃねえよって。さすがだな。もうやんなったことだろうな。いや、唐揚げ用意させたらもう、うん、大したもんだよ。すごいよな、ね、唐揚げだけ。え、ご飯ないの。ご飯ないの。唐揚げだけ、ジャスト唐揚げだけ。 あとドリンクだよ。あ、でもそれがさ、もう用意してあんだから、うん、それでまあ前浜は綺麗に終わりましたと、はいはい、で次ほら名古屋の下の刈谷ってとこ行ったんですよ。刈谷ね。愛知のひろぎです。どうも。サラジャムロングランおめでとうございます。どうも。ヒットの波が私の以前の職場があった町刈谷に押し寄せてきたので警告いたしますと。行きました。警告。いくら何でも刈谷に刺激がやばいです。やばかった。名前からも分かると思いますが、うん、昭和で時間が止まったような本当にボロい劇場です、うん。その頃の上司の実家が日劇のすぐそばで、あ、なるほど。子供の頃は上映場が椅子ではなく畳だったと言ってました。その時からビルは建て替わっていないのです。なるほど。バスへのファッションヘルスのような日劇に加藤さんがドン引きしませんようお許しました。行ってきましたよ。なるほど。孝太郎さん、今まで孝太郎君と体験したね、うん、挨拶の中で一番古くて、うん、いい味出してたのは盛、うん、岡の、うん、あのピカデリー、あそこね、うん、あそこは孝太郎君と同い年のビルだったじゃない、うんうんうん。あれに勝るとも劣らない感じの古さのビルだった、うんうん、でもね、うん、嬉しいことに、うん、名古屋から
まあ、電車で30分ぐらいかかるんだけど、うん、車で迎えに来てくれたのよ。おで、まあ、支配人と、うん、あと、まあ、関係者従業員の人ね、うん、2人で来てくれて、うんうんうん、でトヨタのさ工場とかがたくさんあるらしくて、ね、うん、すごいなんか潤ってんだって町としては。そんな話をずっとしながら来たわけですよ。で挨拶も終わって、うん、びっくりしたの、支配人の母方の親戚が、うん、あのジャムのさ高野さん、うん、ブッキングマネージャーやってた、なんだって、はい、それが分かってすげえ因果だなと思って、うん、これ因果だよね俺たちにとってみたいなね。だって高野さんぶっ殺されてるんだったもんね。そうだよ因果だよ、因果だよね、うん、本当に。だからあの高野さんが親戚だっていうのがそこで分かって、うん、で、まあ、一通り挨拶終わって、遠いからさ見てると帰れないんですよ、うん、だからちょっと送りますよっつって、うん、で帰りは支配人に乗らなくて、うん、もう一人の従業員の方ね、送ってくれたドライバーの方とこう、はいはいはい、水野とコロンビアの、あ水野ね、うん、うん、2人で帰ったんですよ、うん、はい、そしたら帰りの車の中ドア閉めて走り出して、うん、ほんの5分経った時こう言ったんですよ運転手が俺に、うん、私本当は孝太郎さん推しなんですよで水野が隣で、うん、今言わなくてもないどうやらその方ね、うん、高校時代バンドやってたらしくて、ギタリストだったらしいんですよ、はいはいはい、我々の世代だと孝太郎さんもヒーローだと、うん、今日は孝太郎さんも来てくれるんじゃないかと、もう本当期待してたんですけどみたいなこと言われて、確かに今言わなくても今言わなくてもあの無口な水野が言ったぐらいだから。そうね、まあでも彼はすごいいいとこだった。ちょっとでも街並みは俺も気になるよ。本当に昭和な感じでさ、うん、古い映画館でいい、ね、うん、狭くてでも趣があってさ、いやそういう映画館がいいよ、うん、よかったよかったよ、うん、でも本当に行ってよかったなと思って。あそう、何人ぐらい入るの、うん、55人の一席で55ね、うん、でなんか立ち見が出ちゃったんで、あの椅子を運び入れていいね、その椅子60人ぐらいは入っちゃうんじゃないかな、うん、そっか、うん、まあそのドライバーがあとこう言ったんだよ、うん、こんなに入ったのは初めてです。何もかも新鮮でさ行ってよかったなと思って、うん、やっぱ地方の挨拶面白い。あそう、うん、だ動画撮ってやつがいるんだから俺の挨拶の結婚式じゃねえんだからやめろっつって注意したんだけど、動画撮ってるよみんな、動画めっちゃ撮ってるんだよ、撮ってるよ、でも55人じゃバレバレじゃん。そうでこっちこっちこっちって言ってんだよずっとずっと動かない、カシャカシャ言わないからおかしいなと思ったら動画かよっつって、お前動画やめろっつって、動画撮ってるよ困ったもんな小太郎くん。いやもう今動画も動画の時代、いやもう完全に OK ってことになってるからね、なっちゃったよね、うん、よっぽどダメだって言われてさ、こっちこっちダメなんすかって感じだもんね、こっちこっちって言われたら大変すぎるこれ、こっちこっちって物語はいろいろあるよ。スカリア行ってみたいな、街全部は古いの。俺が行ったところはさ、うん、その名鉄刈谷駅っつって JR の刈谷駅からちょっと離れたところだよ。で、あの JR の方のさ、うん、いわゆる本当の刈谷駅の方は、うん、結構立派だった。あじゃあ名鉄の方で行かなきゃいけない、ね、名鉄の方に行っちゃうとね、で全部シャッター閉まってる30メーターぐらいの通りがあるんだよ、うん、その映画館の前の、うん、全部閉まってんだよ。いや小田君、うん、なんて言ったも、うん、ここが刈谷銀座なんですよ。木更津行った時もそうだったね。だからそういう感じ、木更津に近い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 、うん、ちょっとロングランさせようよ、もっと刈谷だけでやれば本当だから、刈谷で2週間やってるから、支配人に「いや2週間回してくれるとなかなかないんですよね」って「ありがとうございます」って「なんで2週間なんですか?」っつったら「なんでですかね?」って言ってどういうことなのって思ってさ、趣味だね、なんでですかねって言われちゃった支配人がだよ。で何か3代目なんだよ支配人が、でなったばっかりらしいのよ。はははは、うん、俺でなんかまあ事情があってだったのかなんだか、映画どうなんですか好きなんですかって言ったら、うーん本当めっちゃ面白くてさ堀部さんうーんって面白いな。でアンコール上映でまた2週間もしたら、うち2週間から挨拶って単位になってるんですよって言ったら、うん、いいですねいいなぁ。いやでも孝太郎くん稀だって。
本当俺たちみたいなこういうバンドのドキュメンタリーのインディペンデントな映画が4ヶ月も回ってるっつうのは、そりゃそうだね、うん、驚いてたよ、うん、でもやっぱ各地にやっぱりさ P がいてくれてさ、ありがたいね P、 ほんと昭島でもさ爆音上映にねじ込んでくれたりさ、舞浜じゃ夢の国にねじ込んでくれたりさ、ローサー会館だっていい扱いしてくれたしさ、そうだね、もう P しかいないよ、そうだね、うん、今こそ名乗り出てほしい映画館の P、 P ね、うん、あと CD ショップの P ね、 P ね、うん、P ありがたいな、 P しかいないよこれ、そうだね、孝太郎正当 P 作ったらもう絶対ね P、 うん、もう勝ち抜けるよそうね、ほんとやっぱ長くやってるとこういうことが起こるね、嬉しいね、10年だからね、うん、ほらまた唐揚げのメール来たよ、お前が言い出したからだよこんにちはギャンゴです、小麦粉や片栗粉で衣をつけるのが唐揚げ、うん、片栗粉類で衣をつけるのが竜田揚げという定義とのことですが、うん、昨今片栗粉の食感の方が一般受けがよいらしく、はい、片栗粉類でも唐揚げを名乗っている輩が多いと聞きました、なるほど、ミスター唐揚げことリーダーは、うん、このことについてどう思われますでしょうか、禁止してねえだろうね、また揚げてるかなんかのそれぐらいの話しかもう禁止してないもんね、いやでも多分竜田揚げ嫌いだと思うよなんで決めつけんの、絶対嫌いだと思うよ、まあ、正直な話を言うとこだけど、うん、やっぱ苦手なのね、出すだけ唐揚げの唐揚げのカリッてしたら口の中切れるような、切れるような唐揚げ好きなんだ、だとだとするとホットモットの唐揚げダメかもな、だからここ多分あそこの唐揚げ好きだよ、だから一番ね、熊谷行くたびにこう弁当屋あるじゃん、うん、あそこのだって口の中切れまくる、切れまくる感じでしょね、うん、キラー唐揚げすごいよ、肌くん血だらけになっちゃう、血だらけになっちゃうぐらいもう硬いよね、あれがベストなんですよ、私は、なるほどね、じゃあホットボトルちょっとソフトすぎるかもね、ああそうなんだ、うん、カリッて言ってるから唐揚げなんでしょ、だって小太郎くん、まあそうなのかね、うん、そうでしょ、ブリティッシュ唐揚げはカリッてしなきゃダメでしょ、ブリティッシュ唐揚げはケンタッキー寄りにするよ、なよってしてんの、カリも作るけどね、ハードとソフト、おかしいでそれ、続きありまして、本日出先で打ち合わせがあり、はい、うん、打ち合わせ終了後の昼食の店選びを同行した他のメンバーにお任せしたところ、はい、唐揚げ食べ放題定食を食べるためになり、上手つねの話を聞いた次第です。ちなみに唐揚げ食べ放題、私は9個でギブアップ。うん、周りは13個から15個ぐらい食べてまして、みんな好きなんじゃん。こういった時はどうなってるのかと思いました。ミスター唐揚げの道は遠いです。唐揚げみんな好きだよ。大好きなの、唐揚げ。唐揚げだよこれから本当に流行ってるよ、十分十分流行ってんの、今もテイクアウトの唐揚げすごいよマジで、そりゃそうだから俺ブリからやろうっつって今しかないっつって今しかないってことそういうことなんだ、ああみんなあれを家に持ち帰って家で飲むんだよ、そうだよね、うん、やっぱ上板橋だよね小田君ね、でしょロータリーだよね、となると上板橋ってやってロータリーの冬だよね、大繁盛なんですよ、うわ見える、大繁盛ですよ、3シーズンぐらいいけんじゃないの、1年はいけるよ1年はいけるよ夏場の夕方とか混みそうだもんねえ、うん、ワンダーガールでやれんじゃないの、松本君がやると思う、6坪もあればいいんだもん、あでも店内もイートインがあるとするとやっぱ 10坪欲しいな、イートイン、うん、坪8はね、初坪8なんでしょ、そうだよ、あそうなんだ、で坪8なのか、そうだよ、つぼはじだってさ、あれ成長の要因は若鳥残儀だからね、マジで、うん、それが当たったってこと、それとまあホッケとね、ああホッケか、あと唐揚げってほら北海道残儀って言うでしょ、呼ぶ最初意味分かんなかったもんね、そうなんだよね、でミスター残儀ってなんだよ、だから北海道フットリーダーもだからそれ残儀なく戦いみたいなんだよ俺怖いんだよ、ミスター残儀なんだよ、あそこの北海道に足を踏み入れた瞬間から俺が、うん、強くなった感じするんだよミスター残儀、やっぱミスター唐揚げがいいな、ミスター唐揚げ軽くていいよね、なんかいいマリックぐらい軽い子ね、なんかいいんだよ、なんかマリックか唐揚げかって感じ、これミスター唐揚げ、ミスタージャガイモっていうのがあるじゃん、孝太郎くん神板にいいじゃん、何これ姉妹店みたいに思われるじゃねえかよ、めっちゃかっこ悪いよこれ、しかもミスタージャガイモ、何ミスタージャガイモ、こんだけブリティッシュ、あとブリティッシュ唐揚げほらこれが
ブリティッシュ場所変えるか、紙いただきて時は台に手前になっただけじゃん。ちょっとカンナラ抜けそうなんだよね。カンナラ走ってるやつ買いそうじゃん。あとカンナナよりさ中に来ちゃダメだよね。ダメ。あれ北のものっていう、北のものっていうね、何か植え付けたいよね、小田君ね。ちょっと寒いんだよっていう、寒いところで食べてうまいよみたいなさ。そうね、北の食べ物に相手したいよね。だからあれだね、雪を連想させるよね。そうだね、塩だよ。だから塩、塩か、じゃあ塩の塊じゃない、塩の塊みたいなのなんかこだわるんだよ。そこしょっぱくない塩作るじゃん、うん、そうだからあんまりね、いっぱいかけてほしいから、雪のようにそう、あの吉野家のほら、あの唐辛子みたいなイメージ、辛くないですね、イメージで、イメージ。そうか、なにミスタージャガイモっていうのがあるじゃん、神板にミスタージャガイモね、なんなのミスタージャガイモって言った。まあポテトで塗ってんじゃないの。どうせコロッケとか作ってんでしょ。コロッケポテサラ、うん、もう見え見えじゃんそれ。てかそれぐらいの発想なんだね俺たち。そうか、立ち食いそばもやるかじゃあ。そっちどんどん下がってくる。いや今いい立ち食いそばないからさ。ないね、うん、確かに本当ない。絶対急がないよ俺、悪いけど。あ、そういうことね。立たせる、立たせる、スタンドでね。それ身長によってゾーン作るよ俺。なるほど、うん、なるほどなるほどね、うん、テーブルとの関係性、なるほど、関係性があるからね、うん、いや本当孝太郎君にうまい立ち食いのそば屋さんないわ。ないよ、切らしてるよ、ね、あそこの外苑目がなくなっちゃった今。なくなっちゃったからね。あれ改装、改装って聞いてるけど、だってしばらくビル作るのかかるよね。でもね、池袋だってね、そのビル建て替えてね、新しくまたやるっつってね、やった店、うん、俺は一軒も知らないよ。ああ絶対そうなるよね、うん、そう、これで花見したの。した、うわ、昨日。そういうの欠かさずやるね。しましたよ昨日。あ、そう、昨日ラジオだったんだけど、うん、1時半に終わって2時から参加、うん、え、どこまで行ったの。ブクロだよ、もちろん。いつも決めてんだっけか。場所まで決めてますよ。ああ、そう。もうトイレの前ですよ。トイレの前。そうなんだ。どこが綺麗なの？ブクロだとどの辺があれなの一番見。まあ、俺らはあの西口の公園でやってるけどね。あのココナッツディスクのすぐそば。はい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 。人多いでしょ。多いね。あの辺だっていっぱいいそうだもん。そう、だから毎年ピザとか頼むんだけど、昨日は頼まなかったな。うん、なんだ、忘れてたのかな。結構あそこ宅配ピザ持ってきてもらっていいんだよね。あ、そうなんだ。翔、うん、ちゃん家が目の前だからさ。あ、そう。かなり本格的にさ、うん、あの椅子だテーブルだって運べるのよ。ああ、そうなんだ、うん、それいいね。そうですね、おでんとさ、うん、あと、まあ、いろいろもで席取りとかしなくても大丈夫。もう翔ちゃんが朝取るから。さすが翔ちゃん頑張るね、うん、だから結局昨日2時から飲んで10時ぐらいまで飲んだからね、うん、8時間ぐらい飲んだ。すげえな。さすがに寒くないの。いや、それそうだよ。それも夕方から移動ですよ店に。あ、そう、あ、そうだよね。確かにそうだ。そ、10時までいるね夜。で昼間ちょっと薄着じゃん。うん、でも俺はあのカバンにダウンジャケットの入れてるからさ。ちっちゃくちっちゃく畳める。薄いやつ。そう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 。はいはいはい、便利だよね。便利だよ。でそれ装着するんだ。装着ですよ。装着しないとね、4時も過ぎてくると、いや寒い、結構きつくなってくるんだよ ね寒いよね、どんなにいい日でも。昼間落ち着いてね、うん、薄着で行くともう夜寒くてね、本当に。まあ大体花見って寒いよね。あ、寒い、花見の頃は寒い、うん、まあでもやっぱ日本人だね、うん、いい、まあ、いいね。そうね、なんだかんだ言っても桜綺麗だもんね。綺麗だよ。加藤さん、加藤さん、こんにちは。 P ネームカツオです。はい、どうも。本日は池袋交差点24時、そして池袋という街への感謝を伝えるメールを送った次第です。お、先日4年間通った池袋の立教大学を卒業しました、うん、池袋の地で孝太郎さんに遭遇するという夢は叶えられず、うん、志半ばで暴露されます。駅周辺、芸術劇場、ロマンス通り、満州、至る所で目を光らせておりましたが、うん、一度も会うことができませんでした。あら、しかし思えば神奈川県民の僕がこんなにも池袋という街を好きになれたのはこのポッドキャストの存在があったからです。はあはあはあ、大学入学時から今まで全ての回を漏らすことなく聞いてきました。おかげさまで池袋や豊島区界隈のディープな裏話を知ることができました。なるほど。お二人には本当に感謝しています。僕は4月から社会人、うん、新聞記者として働きます。
新聞記者、うん、配属地はそう東京になりました。そこでとあるアイデアを思いつきました、うん、そうだ袋で一人暮らしをしよう。なるほど。そうです、僕は神奈川県民といっても江ノ島のある藤沢市在住。おいいね。都内に出るには一苦労なんです、うん、新聞記者はハードな仕事、事件が起これば急な呼び出しもあります。そりゃそうだ。これを機に社会人になったら親元を離れて一人暮らしをしようと思っていました、うん、そこで4年間慣れ親しんで池袋に住めばこれからも小田原さんに会えるチャンスはまだある。なるほど。そう思い豊島区界隈で物件探しを進めています、うん、間取り評論家の小田原さん、おすすめの物件や不動産屋などありますでしょうか。はい、教えてくださると幸いです。なるほど。大学入学までは東京など全く知らなかった僕に東京そして池袋の魅力や楽しさを教えてくれた加藤さん、小田原さん、うん、言葉を借りてお礼申し上げます、うん、池袋にさよならは言いません。これからも池袋とともに生きていこうと思います。社会人になってもライブ行きます。ご自愛ください。飛んで埼玉みたいになっちゃってるねこれ。そうね、あれがいいよ、あの要町の方がいいよ。ちょっと外れ、ね、山手通りを越えると少し安くなるから。あ、満州もあるしね。あ、満州は新山市だけど。あ、新山市か。あの要町だったら歩けるから。あ、そか。で有楽町線もあるので。そうだね、うん、あ、そうだね、アクセスもいいね。まあ、オンボトンもいるしね。オンボトンもいるしね。いや、大事だよね。隣人にオンボトンがいるって、もう結構大事だよね。ギターが反ったりした時はね、すぐオンボトン君が来てくれるから。まあ、ブックオフもあるからね。ブックオフもあるし。新聞記者なら抜けないじゃないか。わかんない、趣味でギター弾くかもしれないじゃない、そんな。まあ、高かったら要町の方に行けば少し下がるから。そうなんだ。だね、椎名町側は小田君どうなの？椎名町いいけど、ちょっと池袋まで歩くの辛いじゃん。まあ確かにそうだな、金目町だったら歩けるもんね。金目町だったら歩けるじゃん、うん、そっか。で有楽町線があるじゃない。あるね。西武池袋線と有楽町線だとやっぱりアクセスは有楽町線の方がいいからね。なるほど。いろんなところに行くのに。そういうことか。池袋線は池袋まで来てからの行動になるからさ。なるほど、そうね、うん、有楽町線だといきなりバーンって銀座一丁目まで行っちゃうんだから。はい、行っちゃうね、行っちゃう、うん、そういうことか、うん、じゃあ金目町とあたりがいいんじゃないの。あたり、うん、北池袋の方に外れていくよりはそっちがいいんじゃないかな。北池、あっち側ね、うん、あっち側でも割と高そうじゃん。小田原君、平和通りのところとかも。平和通りの方が高いけど北池袋行っちゃえば安いんじゃない。あの昔のホノラリの裏の方だよ。あっち側か、うん、あ、分かった、うん、川越街道の。そうだね、もう板橋だよね。だからあそこはちょっと便が悪いな。だからやっぱり金町あたりがいいよ。じゃあ北池袋に住んでて一番あれだね、いいなと思うのはドン・キホーテが割と近いっていうだけだね。あれ熊野町だからね。あれ熊野町になっちゃうんだ、あそこは、うん、あ、距離あるか結構、うん、そうね。やっぱ金目町か。いいんじゃない。福神だっけ。福神あるよね。あるよ、青い看板のね。あるある。あれがありゃ夜中大丈夫でしょ。大丈夫だね、うん、大丈夫だねってオリジン弁当もあるからね。オリジンもあるの。ありますよ。ほんと、じゃあ大丈夫だね。大丈夫大丈夫。あれフレッシュネスバーガーもあったっけ。あるんですよ。あるんだよね。じゃ全然大丈夫だね。何の問題もない。何の問題もないね。おあと何があるの。要町もっと言ってよ。なんかファミレスあったね。ファミレスがあるの、うん、ジョナサンかデニーズか忘れてくる。あ、マジで、うん、ジョナサンある。あるよ、確かあった。養老の滝もあるね。あと小田原君、交差点のところにさ、うん、あれだよね、あのレンタル CDM ゲオがあるね。ゲオがあるよね。あるね。ゲオの向かいに交番もあるよね。あるね。これ治安バッチリってことじゃん。あるね。あの交番頼りになるよね。なるね。結構ね。あそこね、目白警察扱いなんじゃなかったかな。あ、そうなんだ、うん、あの交番、うん、で交番の裏にはオモトがいるし、ね、オモトがいるし問題ないね。問題ないよ。最高じゃん、そこ。最高だね。要町を考えてみたら最高だよ。蕎麦屋もあるしね。蕎麦屋もある。昔ながらの蕎麦屋があるんだよ。あ、そうなの。もう銭湯みたいな蕎麦屋ね。小田原君、あそこが分かんない。あの要町から、うん、いわゆるドン・キホーテの方に曲がってって、うん、なんちゃらスポーツプラザみたいなんじゃん。旗スポーツ。うん、そう、うん、あれ何なの。あれボーリング場とかプールとか。今もうなくなったんじゃない。なくなっちゃったんだ。建て替えるっつって全部やめたんじゃなかったかな。俺あそこの前ばっかり通っててさ、うん、なんちゃらスポーツプラザって見るんだけど、何やってるとこか全然分からなかった。あれあれ、ね、昭和の我々はね、あそこで泳ぎ、あそこでボーリングやったんですよ。コウタル君、あそこで遊んでたの。遊んでましたよ。あそこに車輪子飛ばしてる時に、うん、口の中にガが入ったんだからコ
孝太郎、行動範囲広いね。あそこまで行ってたの、自転車で。庭ですよ。マクドナルドがあるよね。ありますよ。あら、いつぐらいの話、小学生？昭和50年ぐらい前かな。ねえねえ、そこ、ねえねえ、ボーリング場も、でってかボーリングやったのじゃ。旗ボールね。泳げたのじゃ。泳げましたよ。で、あの辺の遊んだもんじゃん。 あそこはだから貴重な存在だったのよ。へえ。今でこそラウンドワンとかあるけどね。うん、ないからね。ボーリング場ってなかった。あるんだけどね、旗が生かしたんですよ。なるほど。あっちの方が良かったってこと。旗行こうぜって感じだったんだよ。なるほど、旗行こうぜ、うん、へえ、そういうエリアだったんだ。そうなんだ。今じゃね、まあだけどちょっと奥まってるからさ、分かんないよね。そう、駐車場が広いからね。うん、あ、目の前が駐車場かね、うんうん、でも通るたびにさ、これ何なんだろうなって思ってたんだよな、昔から。そっか。へえ、でも寂れてる感じだもんね。もうもうやってないのか、うん、要町がいいんじゃない。要町だ、うん、決定、要町。あの要町の蕎麦屋好きなんだよな。入ったことない。知ってるけど、あそこの卵丼多分日本で一番うまいんじゃないかな。あ、そんなうまい、うん、へ、あそこでも池袋を歩いたら15分ぐらいかかる。15分ぐらいかかるかな。ちょっとあるよね。うん、まあ相当買ってる時は有楽町線で、まあそれ一駅ね、一駅やれば。そうだね、そうだね。それよりも問題はもう4月だってことだよ。あ、それは確かにそう。あ、もう引っ越しちゃってる可能性が高いと。可能性あるよ。ちょっとじゃあ続報を待ちましょう。そうだね、どこに住んだのか。確かに確かに。コレクターズさらば青春の新宿ジャム、はい、大阪市第7芸術劇場、はい、あさって5日までですね。そうなんですよ。その後続けた古市ことの4万ソロライブ東京発売中。発売中です。サンテレビ元町ロックノールスインドルは放映中。はい、荒垣、私今年は出ますね。お、4月27、28と両方出ます。あ、そうなんだ。うん、ソロバンドツアーもありますので、うん、皆さんチェックしてください。なるほど。このポッドキャストはスタジオ M 王子の音楽誌ドーナツのサイトからダウンロードできます。できます。写真館アーカイブもあります。よろしくお願いします。毎週、はい、水曜日更新。はい、 P メール袋24@gmail.com、うん、こちらでお待ちしております。うん、それではまあまた来週ですね。はい、お会いしましょう。 Do the download Do the download 池袋。